います竹内勲君。自民党の竹内勲です、えー。初めての予算委員会での質問でございまして、えー、日頃、私の思っていること、考えていることを少しお尋ねしていきたいと思います。あの準備が必ずしも時間の制約等で十分にできなかったのですが。 えー、関係の省庁の方には、資料提出とか説明とか、いろいろご協力をいただきまして、ありがとうございました。えー、さて、えー、このまあ質問に先立って、少し私のスタンスといいますか、経験を触れさせていただきます。私はあの鳥取県の鳥取市に生まれて、そこで育ちまして、大学から東京に出てまいりまして。 大学を出て、建設省と、あの今の国土交通省に勤務して、大体27年間ぐらい勤務しておりましたが、その間にですね、島根県庁や鳥取県庁への出向とか、あるいは、あ関空機関といいますか、出先であります、中国地方整備局に勤務したりということで。 地方での生活、地方での勤務、それから東京での生活、勤務ですね、本省勤務などをしてきております。49歳になったときにです、ね、国土交通省を退職したんでありますが、あのいわゆる有名な桃園名の喜去来の字とかですね、それから論語にあります、五十にして天命を知るとか。 まあそういう言葉に触発を受けたり、励まされたりしまして、それからしばらく準備をして、鳥取市長に50歳の時になったわけで、12年間、今は中核市になっておりますが、鳥取市の仕事をしてまいりました、まあ、市町村合併とか、それから観光の振興とか。 それから、まあ、各方面にわたってですね、取り組んできて、そういったことが今回の質問の前提にもあるわけでございます。5点についての質問をお願いしております。最初に、地方、国土計画と東京一極集中、東,東京兼一極集中の是正と。 といいうことに関してての質問をさせていただきます、えー、そもそもです、ね、東京圏一極集中,中の是正はなぜ必要なのかということに関して、いろいろな立場からいろんな意見があろうかと思いますが、えー、私はやっぱりあの、これは地方のためにやってるというようなことではなくて、これは東京圏のためでもあり、日本全体のためでもあると。 いうような基本認識でございます、えー、またですね、東京圏一極集中は人口に関して、まあ、よくその人口の推移がどうだとか、転入と転出がどうだとか、まあ、そういう議論がありますが、やはり東京に住んで仕事をして感じるのは、東京にもうたくさんのですね、いわゆる中枢機能が集中しているという点が、東京圏一極集中の別の側面といいますか。 大事な側面だという,ふうにも思っております、えー、若宮大臣はあの東京のご出身ということで承知しておりますが、えー、私とはそういう意味で,です、ね、地方で生まれて育って仕事もしてとかいうことから、まあ、あのそういう立場とまた異なる視点などをお持ちかなと思っておりますが。 まず,のまず第一の質問として、東京圏一極集中の必要性、あるいは緊急性などについてですね、ご見解をお願いしたいと思います若宮健次国務大臣。武井先生、ご答弁申し上げます。 竹内先生、鳥取生まれの鳥取ち育ちということで、今、あのお披露目いただき,おきで開けました、私自身、あの東京生まれの東京育ちでございまして、この東京の一極集中の是正、私自身が、ね、身をもって、なんとか是正に努めていきたいなと。 ここのように考えていいるところでもございますあの東京圏にとっては、例えばその通勤ですとか、え通学時におけます混雑、これを何とか緩和していきたいな、今もラッシュが大変なえ状況でございます。またあの、今般のこの新型コロナウイルスの感染症の拡大、あるいはです、ね、この首都直下型地震というのも、いつ来るか分からないというふうにも言われてございます。こううした大規模災害ののリスクの軽減とい点 また地方にとってみますと、例えば都市機能や地域住民の生活に不可欠な生活サービスを維持する等の観点から、やはりこれは東京圏、地方圏とまず取り組むべき重要な政策課題だというふうに思っております。こうした方認識、これはの第2期のま、ね、人仕事の創生・総合戦略にも明記されているところでもございますので、なんとかこの東京圏への一極収集中の是正、これはのいろんな意味で全力で努めてまいりたいな このように考えているところでございます竹内功君。ありがとうございました。そういう非常に重要性のあるテーマだということのご認識をいただきました。さて、先ほどもちょっと触れましたけれども、その東京圏の一極集中の件ですが、東京都からの転出は、 転入よりも上回るような傾向がはっきり見えているというようなことをよく指摘されますが、さらに1都3県ですね、千葉、神奈川、埼玉を含めた1都3県、東京圏で見た場合は、必ずしもそうも言えないというのが現在の認識ではないかと思います。まあ、そここでで実関係でございますけれどもこの えまあ人口の動向などから、今後ともあのこういう転出増の見,あの見通し、そういうものが成り立つのかどうか、そのあたりの東京局集中是正のいわば進捗状況、今後の見通しを若宮大臣にお願いしたいと思います若宮国務大臣。 総務省が公表いたしました住民基本台帳の人口移動報告によりますと、東京圏の日本人の移動者の転入超過数、これは2019年の約14.6万人から、2011年には約8万人と、かなり減少している、約6万5千人。 減少していいる状況でございますこれは東京圏における新型コロナウイルス感染症による影響から、やはりテレワーク、あるいはその働き方や暮らし方など、さまざまな国民の皆様方の意識や行動に変化が見られるようになったことだというふうに受け止めてございます。これまでこうした国民の意識や行動の変化も踏まえました、こうした地方への力強い人の流れ、作り上げていきたいなというふうに考えているところでもございます。 ただあの一方で、依然としてこの東京圏への転入超過、これはの続いている状況には変わりないということから、こうした国民の意識、行動の変化を契機として、一極集中を是正して、それぞれの地域で住みよい環境が確保できるように、これはの後ほどもご答弁の中の、ご質問の中にもあるかと思いますけれども、デジタル田園都市国家構想、あるいは地域活性化の取り組み、しっかりと推進してまいりたいなというふうに考えてございます。 竹内勲君、はいえー、っと次はちょっと視点を変えまして、国土計画との関係を触れたいと思いますが、えー、この国土計画というのは、まあ、古くはあの昭和の30年でしたかね、昭和の、えー、25年ですか、1950年。

いうふうふに承知しております、まあ、この国土計画というのは、国土の利用のあり方といいますか、国土の姿といいますか、そういう面で、えーまあ、非常に重要な国の計画であると思います。私自身も、建設省で例えば、建設白書の取りまとめの担当者であったときとか、あるいは鳥取県庁で県の総合計画を策定する仕事をしていたときなど、 まあまあ、いつの時もですも、ね、関心を持ってきたということがございます。それで、このこれらの計画は、国土の均衡ある発展というようなことを大体一貫して認識しながら作られていると思いますがそれ、その時その時の主なテーマをまた取り上げて位置づけをされています。それから東京圏の一極集中についてもですね、 えー、直接の言及がある場合もあるし、ない場合もあったと思いますが、えー、重要な課題として認識されていると思います。えー、現在の国土形成計画およびです、ね、時期の、現在、策定中の時期の計画において、東京圏の一極集中の是正ということについて、どのような位置づけがなされているか、なされようとしているか、これをお尋ねしたいと思います渡辺武之国交副大臣。 国土形成計画における一極集中是正の位置づけについてお尋ねをいただきました。現行の第二次国土形成計画においては、東京一極集中の是正を重要な課題と位置づけ、その是正のため、全国各地に人、物、金、情報の対流を活発化する対流促進型国土を形成するため、コンパクトプラスネットワークの国土づくりを推進することとしております。 東京一極集中は地方における若者、特に女性の流出による地域社会の衰退の要因となっていることに加え、首都直下地震等が切迫する中で、被害拡大のリスクを高めるなど、引き続き多くの問題があり、現在でもその是正は重要と認識しております。このため、例えばデジタル技術なども活用して、利便性が高く、安心して暮らし続けることができる地方の形成。 テレワークの拡大や関係人口、日地域居住などによる新しい働き方や暮らし方の推進、女性が能力を発揮し活躍できる環境づくりなど、地方創生を進めていく必要があると考えております。国土交通省としては、現在、国土審議会において、デジタルを前提とした 新たな国土形成計画の策定の検討を行っているところであり、関係府省と連携し、東京一極集中の是正に向けた国土づくりについて、議論を深めていきたいと考えております竹内久保君。はい 東京一極集中是正は長年の課題でもあり、いろいろな取り組みがなされてきたわけであります。まあ、現在もですね、えー、交付金とか、えーまあ、補助金のようなものですが、それとか税制などで、いろいろとその地方に移動した場合に、えー、助成措置があると、支援措置があるといったことも承知はいたしておりますが、 なかなかこれがあの、まあ、コロナのことで少し意識が変わって、流れが少し変わってきたみたいなあこともよく言われますけれども、本格的にその東京一極集中是正を政府として打ち出して、強力な政策を繰り出しているというところまでは言えないような気が、私はいたします、えーまあ。政治は結果責任という言葉もありますので こと言葉でえそれを表明するだけじゃなくて、その結果を出していくということにえより重きがあるものと認識しておりますが、そういう意味で、ですねえ私としてはその東京一極集中でいというものを、地方にとっても、東京圏にとっても、それからした従って日本全体にとっても、非常に重要なものとして、もっと力強く、 国民の意識を変えるぐらいのです、ね、これからの時代は違ってくるんだ、変わってくるんだというぐらいの,そのイメージが植えつけられるぐらいその、宣言をし、あるいは施策を強力に組み立てて推進すると、そういうことが望まれると思いますが、若宮大臣にお尋ねします。若宮国務大臣 ありがとうございますあの、先ほどのちょっとあの前に、答弁申し上げる前にあの答弁で、ちょっと不鮮明だったかもしれませんが、東京圏の転入の超過数、これ2019年が14.6万人で、2021年が約8万人でございます。改めてちょっと申し上げさせていただきます。その上で、今のご質問についてご答弁申し上げますあの。委員もご指摘になりましたので、私も全くそのとおりだというふうに感じておりまして、この新型コロナウイルス感染症によって、このテレワークなどのいろんな 様々さまざまな形で働き方やあるいは暮らし方が変化してまいりました、国民の皆様方の意識、行動にも変化が出てきて、この東京圏の一極の周知を是正いくためには、さらにこの幅広い地方創生のメッセージを発信しながら、この裾野の広がりを図っていくこと、これは非常に重要だというふうにも認識してございます。こののため私どもとしましま例えば20代30代代 移住潜在層の方々等に対しまして地方移住の魅力を伝えるウェブサイト これは、いいかも地方暮らしというのですが、解説し、地方移住を身近に感じて、具体的な行動に移っていただくように促しているところでもございます。また、地域が自主的、主体的な取り組みを進めていただいている中で、人材、財政などさまざまな観点で、国が積極的に支援することが重要だなというふうにも思っておりますので、これ、例えば人材については、地方創生人材支援制度。 またあるいは企業版のふるさと納税、人材派遣型による支援の充実を図っているほか、地方創生のコンシェルジェ、これもあの全国に配置をしてございまして、地方公共団体からのご相談に対しましては、前向きな具体的なご提案ができるような形で、支援体制を構築しているところでもございます。あの引き続き、野田大臣とも連携しながら、さまざまな形での地域活性化の取り組みも推進してまいりたいと、これに考えております竹内久夫君。はい どううもありがとうございました次にですね、今、大きなテーマとなっております、デジタル田園都市国家構想に関してお尋ねをいたします。このデジタル田園都市国家構想に関してはです、ね、地方から、地域の課題とともに、地方から全国へと、ボトムアップで成果を実現していくと。 いうことで、えー、非常に地方に地域に、えー、焦点を当てた取り組みが位置づけられておるというふうに考えております。えー、この構想の位置づけ及、えー、びですね地方創生との関係について。 えー、若宮大臣とそれから地方創生担当の野田大臣に、えー、ぜひ、えー、お尋ねしたいと思います上江若宮国務大臣、えー、今委員がご指摘になりましたこのデジタル全員都市化構想これはの人口減少それから高齢化産業の空洞化など地方が抱える課題を デジタルの力で活用することによって解決して地方の個性を生かしながら持続可能な経済社会を目指すものというふうになっておりますで、この地方創生というのはこれは地方地域の個性を生かした地方の活性化でございますのであるいはこの東京圏への一極集中の是正につながる地方への人の流れを強化するといった根本的な考え方に関してやはり共通しているというふうにも考えておりますこれまで地方創生に取り組む中で地方創生テレワークや ict オフ のの整備などデジタルを通じた地方活性化の事例も随所で見られ始めてございますこうしたこれまでの取り組みの成果も踏まえながら、今後、このデジタル田園都市国家構想会議実現会議におきまして、さらに議論を深めまして、この春には具体的な構想を取りまとめてまいりたいと、このように考えているところでございます野田聖子国務大臣。 答えいたしますあの今、若宮大臣の答弁のように、まあ、デジタル田園都市国家構,、えー、国家構想は、これまでの地方創生の取り組みをデジタルの力で加速化させて、さらに前に進めるものです。特に地方においては、えー、女性が能力を発揮して、自由に活躍できると,とともに、若い世代が安心して子育て、 まあ子育てとともに結婚とか妊娠とか、さまざまなことですが、押しやすくなるような環境づくりをデジタルの力で実現できることを期待しているところですで。若宮大臣とはしっかり連携して、少子化に伴う人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みゆい環境をしっかり確保して、将来にわたって活力のある、今、 あの委員がおっしゃった日本全体の社会を維持していきたいと考えています竹内勲君。はい、えそういうまあ構想であるということをまあ前提といたしまして、デジタル基盤の整備ということが、一つの課題というか、柱になっておるかと思います。 そうなると、地方にですね、重点に置いたというか、重視した形で基盤整備が進められるべきだというふうに私は考えますけれども、現在のですね例えば 5G の人口カバー率といったものが、指標としても挙げられてますが、こういうことについて、地方の方が、 遅れているんじゃないかというようなあの懸念に対しまして、現状がどうかと、あるいは今後、ですね地方圏のデジタル基盤の整備がどういうふうに進んでいくのか、この辺のことを事実関係、ご説明をいただきたいと思います。総総務省にお願いします二宮政治総合通信基盤局長 お答え申し上げます 5G などのデジタル基盤の早期の整備は、岸田内閣の最重要課題であり、地方からデジタルの実装を進め、活力ある地域づくりを目指す、デジタル田園都市国家構想を実現するためにも必要不可欠でございます。5G の整備状況を申し上げますと、2020年度末時点で基地局数は、携帯電話事業者4社計画値が約9000、あえー 9000局に対しまして、実績値が約2万1000局でございます。全国的に見れば、当初計画を上回るペースで整備が進んでおりますが、地方と都市と比較をいたしますと、地方における基地局整備は相対的に遅れております。そのこのため、総務省におきましては、過疎地などの条件不利地域における基地局整備のための補助金や、 5G 導入促進税制などの支援措置を講じまして、地方での 5G ネットワークの整備を後押しをしているところでございます。さらに、昨年末には、携帯電話事業者に対しまして、5G 基地局の整備の加速化を求める要請を行っているところでございます。 要請の結果を踏まえまして、総務省において、新たな整備計画を今年度中に策定し、公表する予定でございます。こうした取り組みを通じまして、5G ネットワークの都市と地方での一体的な整備を強力に進め、可能な限り多くの方々が、5G の恩恵を早期に受けられるように、しっかりりりと取り組んでまいりまいす竹内功君。はい デジタルということが正面に出てきているんですけれどもデジタルはそのものは一つの手段というか方法であってやはり実際に地域が活性化したりですねそのデジタル田園都市といったものが出現していくには事例の紹介とかそういうことだけではなくてもっと力強い 特に大都市圏、東京圏とかからの支援が行き届くような形が求められるというふうに思います。まあ、私はあのデジタルの基盤整備だけではなくて、人材だとか資金だとか、ノウハウ、知恵ですね、こういうものが地方に行かないと、なかなかそういうものは地方にないものですから、ぜひ、まあ、うまく実現していけないんじゃないか。 地,域地方創生になっていかないんじゃないか、そういう危惧を持っておりますが、野田大臣からこの辺について、お答えいただきたいと思います野田国務大臣あの。まさに委員のおっしゃるとおりでございまして、各地方がまあ主体的に地方の活性化に向けて取り組めたり、人材、ノウハウの確保、そして資金面での支援というのは大変重要であります。 であの人材やノウハウの確保に関しては、企業支援金、移住支援金による地方での企業移住の促進をしています。そして地方拠点強化税制においては、企業の本社機能の地方への移転の促進を,を,を,をしているとともに加えて、プロフェッショナル人材事業、先導的人材マッチング事業によるデジタル人材を含めた地域の企業との人材マッチングの支援、 そんなことをやっておりますし、資金面については、デジタル田園都市国家構想推進交付金、これによって、地方公共団体のデジタルを活用した地域の課題解決に向けた取り組み等への支援、これを行っているところです。これらの施策について、さっきの令和3年度補正予算と合わせて、今、国会でご審議いただいております令和4年度予算案や、税制改正等において、しっかりと措置を行うということを決めているところであります。 竹内勲君はいこのデジタル田園都市国家構想に関して最後の質問ですが、あの国家構想という銘打っていることからも、ですねその国土構造、国土の利用の在り方、そういう姿とも関連づけて、今後、検討されるものと期待をするんでありますが。 そういう意味で,です、ね、国土構造を示す国土形成計画においては、どのような位置づけが想定されるでしょうか、これを渡辺国土交通副大臣にお尋ねします渡辺武之国交副大臣。デジタル田園都市国家構想は 交通、農業、産業などの各分野について、デジタル実装を通じて、地方が抱える課題を解決しようとするものでございます。新たな国土形成計画は 医療福祉、地域交通といった日常生活に必要な機能等について、デジタル技術の活用だけではなく、デジタルでは代替できないリアルを確保、まあ、例えばあデジタルを活用した遠隔医療と、そしてまた救急医療というような関係性が当てはまると思いますけれども、そのようなことで、えー、地方で利便性が高く、安心して暮らし続けることができるようにすることを目指すものでございます。えー、このような方向性はあ先ほどお 答え申しし上げました現行の第2次国土形成計画が掲げる、対流促進型国土の形成等の政策をさらに前進させるものであり、東京一極集中の是正に貢献するものと考えております。国土交通省としては、今後、デジタルの活用については、デジタル田園都市国家構想の議論を反映させながら、国土審議会において、新たな国土形成計画の策定に向けた検討を深めていきたいと考えております。 竹内勲君、はい。えっと、次のテーマに移りたいと思いますが。え近世城郭の史跡整備の推進ということであります。えー、これはあの、最近お城のブームが起こっておりますし。えー 末松大臣のお地元、例えば姫路城だとか、武田城だとか、まあ、あの国宝であったり、世界遺産であったり、またあの国の史跡、鳥取城も国の史跡なんですが、まあ、そういうものがですね、まあまあ、いろいろある中に大変注目を集めていると、まあ、そういう中で、えー、整備が進められていくということを、 私は非常に期待をしております、えー、鳥取市長時代にも鳥取城の整備の復元の計画を策定して、えー、文化庁さんと一緒にですねその推進を図ってきたという経過もございまして、えー、今、ちょうど山場に差し掛かって、えー、大手途上路の整備が進んできておりますので、えー、以下の質問をさせていただきたいと思います。 まず、金世の上郭の指摘となっているものの復元、整備等について、基本的な考え方というものはどのようなものをお持ちだということについて、併せてですねあのその取り組みの実績、例えば予算の額だとか、それが増えてるだとか、横ばいだとか減ってるだとか、そのような状況について、まずお伺いしたいと思います。 えー、文化庁杉浦久弘次長お答え申し上げます委員ご指摘のとおり、日本各地には多くの城が残っておりますけれども、とりわけ金星城郭は大規模な石垣や堀で構成され、中には天守閣や櫓が現存する場合があり、王子の高い建築土木技術や歴史上の出来事への関心から、 多くの人々が訪れる場所となっておりますこの整備につきましては、文化財法はもちろんでございますけれども、地方創生の観点からも大変重要と考えております。このため、文化庁では、金世上閣など、国指定席等の保存活用に要する経費につきまして、国交補助による支援を行ってございます。そのうちお尋ねの金世上閣に関する支援の実績につきましては、 令和3年度では全国で49件、約23億円の補助を行っており、直近5年間の平均を見ましても、1年度あたりおおむね40件、約20億円程度の支援を行っているところでございます竹内久夫君、はい。この関係でもう一問、お尋ねしたいと思いますが。 地方の要望に対しまして、ですねやはりあの要望通りとはいかないで、ある程度こう厳格して査定されるような実態もあるようですし、今、ああそれぞれ城によって段階、段階が違いますが、大手途上路とまああの鳥取城ではのケースではですね呼んでますが、そこの整備がえー今後5年ぐらいをめどに、ですね山場を迎えていると、引き続き山場を迎えていると。 いうようよなななことなどなどですね、えー、やはりあの、それぞれのお城の状況、整備の状況によって、それを見ながら、必要な予算を確保していただくことが大変重要だと思います、まあ、地方の方での努力も求められるかとは思いますが、やはり予算がないと仕事ができないという現実もございまして、えー、地元の人からは強く要望があるところでございます。予算確保,確保についての 文文部科科学大大臣臣のご所見をお願いします松文科大臣私、兵庫県の出身で、先生、隣の鳥取県でございます。あの市長時代から、こうした問題にかかわらず、山陰近畿自動車道の整備にも尽力されまして、一、まあ、日も早くまあ整備が進んでいって、このお城を見に行くように、観光交流が盛んになることを期待を申し上げたいと思います。 城郭、えー、あの、答弁でございます、城郭等の史跡につきまして、王子の姿を偲ばせる歴史的な建造物を復元整備することは、まあ、地域の魅力を高めまして、地域の活性化や文化振興に資するものと考えてございます。このため、文部科学省では、文化財の積極的な活用を図る観点から、歴史的建造物の復元についての専門的、 技術的な助言のほか、例えば文化財部局以外の部署との連携を図るなど、自治体における整備推進体制についても、必要な助言を行っているところでございます。また、史跡等の整備、活用や防災事業を支援するため、令和4年度予算案では、59億円を計上しており、今年度の補正予算と合わせまして、93億円の活用が可能となっております。 文部科学省としましては、文化財を保存活用し、地域の魅力を高めていく取り組みにしっかりとした支援が行えるように、必要な予算確保に努めてまいりますので、よろしくご指導のほどお願い申し上げます竹内勲君、はい、ただいま、末松大臣からの力強いお話と、それから予算の状況をお聞かせいただきました。 えまあ予算ということですと、財務大臣にご認識をまたお伺いしたいと思うんですが、この金正城閣の整備ということに関してですね、予算の措置に関して、お考えがあれば、お願いしたいと思います鈴木財務大臣。あの竹内先生、ご指摘のとおりに、この城郭をはじめとする歴史的に由緒ある史跡につきましては、適切な保存と活用。 これを促すことは、学問上の意義があるのみならず、観光資源としての価値も向上するなど、地方創生にも一定の役割を果たすものと、そのように認識をいたしております。このため、史跡整備および防災事業について、毎年着実に予算を措置しておりまして、直近では令和3年度補正予算で33億円、令和4年度当初予算案では、 59億円を計上しているところでございます今後も文部科学省と相談しながら地方創生の観点も踏まえまして必要な予算措置を進めてまいりたい検討してまいりたいと思っております池内勲君はい。ご答弁ありがとうございましたあの地元も非常に心強く感じたものと思いますしっかり地元とと,ともにですね 国の予算もいいいたただきながら頑張って整備を進めたいと思いますえ次に、参議院の合区という問題ですね、選挙区の問題についてお,あのお伺いしていきたいと思います。えこの合区というのは、今、徳島、高知、鳥取、島根の、まあ、2か所といいますか、4つの県において行われておるわけですが、 まあこれはあの言うまでもなく、県単位で地方,地方選挙区が決まっていて、えー、いる制度、参議院の,その地域代表的な性格から来るその選挙区の制度の大きな例外となっていると思います。で、まあ、最近あの私、私も鳥取県の地方6団体からの要請とか、 それから知事会から知事会の決議とかそういうものを伺っておりますし関係の件では合区解消という声はだんだん高まっているというふうに思いますまあ、あの明治以来の都道府県制があってそれで新憲法の下でも都道府県をもとに選挙区が定まってえ地域代表として、えー 活動している参議院議院員ですね、まあ、全国区というのは別にありますが、そういう状況を考えますと、やっぱりあの憲法改正などを含めて、あのこの五億の解消というものを早急に実現しなければならないと私は思っております、私自身、平成28年の参議院選挙で、鳥取県代表として全国比例で出ましたけれども、落選をいたしました。 えー、幸い、えー、復活して繰り上げ当選になりましたけれども、まあ、私がそうなるまでの5年間は、えー、鳥取県の代表は 1, 1人欠けている状態だったわけですね、合区の制度の下で、まあ、そういうようなあの私にも深い関わりのある合区解消の希望であります。えー、この問問題題について、えーまあ、憲法改正を含む問題 でもあるかと思いますが、えー、ぜひ総務大臣からですね、えー、お考えをお聞きし今後、えー、この問題の早期解消を願うというお気持ちを受け止めていただければと思いますよろしくお願いします金子康総務大臣、えー、竹内にお答え申し上げます あの参議院の選挙制度については、えー、定数配分規定が違憲状態である旨の平成26年最高裁判決を踏まえ、平成27年に4件、2号区を含む格差是正のための議員立法が成立をし、えー、その後、平成30年に定数の見直しや、えー、特定枠制度の導入等を内容とする議員立法が、えー、成立したものと承知をしております。参議院の区については 都道府県がが果たたたししててきた役割などをを踏ままえ解消に向けた意見があることも承知をしておりますいずれにしても、憲法にも触れながらのご指摘でございましたが、参議院の選挙制度の在り方については、議会政治の根幹に関わる重要な問題であることから、各党、各会派において、ご議論いただくべき事柄だと考えております。 竹内勲君、はい、まあこの合区の問題は非常に大きな問題ですし、今後の議論に待つべき点も多いと思いますが、地方創生の観点からも、ですね合区というのは、県単位で地方創生というのは、大体、県が司令塔になったりしながら、国との関係で実現を図っていっていることからも、2県にまたがる合区というのは、 いかがなものかということを思うわけですが、大変恐縮ですが、野田大臣からひと言、合区についてのお考えをお願いできませんでしょうか野田国務大臣。 あの突然のご指名で、あのあの質問の通告をいただいてなかったので、あの大臣としてのコメントは差し控えるといたしまして、やはりあの先ほどからあの委員がご指摘のとおり、日本というのは地方があっての日本なんですね、であの東京局集中で、えー、が日本の将来のあるべき道ではないということを踏まえながら、あの議会でもあの様々な方たちもあのご意見を発出していただければと願っています。 竹内勲君、はい、えー、国会がよりよく各地方の声をが届く場所であることをまあ願っているもんですから、そういう点からもご検討お願いあの、えー、考え検討をあの各党を含めてですねお願いしていきたいと思います。えー、さて最後の問いですけれども、えー、実はあの私。えー 参議院の議席をいただいて初めて、えー、岸田総理の施政方針演説を、えーその会えー、議場でお聞きしました。えー、その中で、えー、具体的なあの総理の決意を伺って、大変感銘を受けたものでございます。 その中で、ですねあの地方という言葉は出てきてますし、地域の活性化という言葉はありますが、あの地方創生とか、あるいは東京一極集中是正とかいう言葉は、その中にはないわけでございます。そこでお尋ねですが、改めてですね施政方針演説に見る総理の地方についてのご認識について、最後に。 官房官房長官に伺いたいいたと思います総理はあの広島出身の,大臣あの総理大臣としてとあの現あの、核兵器の問題等でよく触れておられますが、地方出身ということも含んでいると理解しておりますが、そういうことも勘案して、総理のご見解がお示しいただければありがたいと思います。 松野内内閣官官房長官竹内先生にお答えをさせていただきます岸田政権の政策の要である新しい資本主義の検討においては、デジタル田園都市国家構想のと都市と地方の格差を是正することで、新たな成長につなげていくことを目指しています。 高齢化や過疎化などに直面する地方にこそデジタル技術の活用によって地域の個性を生かしながら課題を解決をし地方から全国にボトムアップの成長を実現していきたいと考えておりますまた東京一極集中の是正については東京圏への転入超過が続いているものの新型コロナの発生前と比較をすると 転入超過数は大幅に減少しております今後も地方の創意工夫を生かした移住や企業の促進を図るとともに企業版ふるさと納税やデジタル田園都市国家構想推進交付金の活用等によりましてサテライトオフィスの整備やリモートワークの推進等に取り組むことで地方への 大きな人の流れを生み出していきたいと考えております竹内勲君、はいえー、初めての質問でございまして、行き届かない点もあったかと思いますが、私にとりましては、本当に貴重な機会でございました。 ご答弁いただきました各先生方に感謝を申し上げ、質問を終わりたいと思います以上で、竹内功君の質疑は終了いたしました。 次に、福島みずおさんの質疑を行います。福島みずおさん